パパ、よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介させていただきますね。去年もリンゴ組の担任をしてまして、2年連続でリンゴさんなので、すごく私としてはリンゴさんというのが呼びやすくて、すごくやりやすいなと思っています。滝越幼稚園に来てからは5年目になるのかな。その前に違うのもありましたので、だんだんベテランの域に入ってみまして、プレッシャーがいろいろかかりながらなんですが、今年こんな年長さんの先生が新しい先生になりますので、ちょっと学年もまとめながらやっていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。あずみ、桜田さん、つぼみさんの保護者で知り合いの方にも、先生で不安なことがあれば、カメラに行っていただくかもしれないですし、それから各クラス補助の先生が来てますので、補助の先生は3クラスともベテランのママさんの先生ばかりですので、補助の先生にもよろしくお願いください。1年間どうぞよろしくお願いいたします。ひろみ先生、はい、リンゴ組の補助で補助の担当をします、後藤ひろみです。去年は満3歳の桃組さんの担当でした。なので今年も間違えて桃桃さんとか言っちゃうかもしれないんですけども、よろしくお願いします。滝子で勤めてるのは1年半ぐらいなんですけれども、以前も同じように私立の幼稚園にずっと勤めてました。でプライベートでは私も小学生の娘がおります。幼稚園では穏やかにしてますが、家ではこらーって子供を叱っている母親です。また子育ての悩みも分かるつもりでおりますので、何でも悩みとか気がかりなこととかありましたら、気軽にお声をかけてください。よろしくお願いします。はい、それでは、配布本日の説明をさせていただくので、封筒の中身を一度全部出していただいて、ちょっと順番に中身が入っているかを確認していきたいと思います。まず輪ゴムで縛ってあるものは、こちら希望箇所の申し込みとなってますので、こちらはそのままもう普通に戻しておいてください。バラバラになってしまうといけないので、そのままもっと袋に入れておいてください。ここにある、あとシール帳、出席ノートですね。シール帳もいろいろと挟んであるので、今お子さん触っていただいても大丈夫なんですが、ちょっとシール帳も別で置いておいてください。でその他がこのプリント類になるかと